はい、どうもこんにちは。今日でラストという形になります。戦時体制第6弾目という形になるわけなんですけれども、はい、もうこれは結構学校とかでも習ってるんで皆さん知ってると思うんですが、戦時体制の要するに最も要するに強烈なのがこちら隣組という仕組みです。なんか江戸時代の時など5人組っていうのをなんか連想させるんですけど、まあ、まさにそれですね。で、これはなんでですかっていうと、隣組っていうのは隣近所の人々と助け合って災害に対しては対処してくださいねと。つまり戦争に対しては対処し合ってくださいねというのが隣組という仕組みになるわけなんですが、じゃあなんでこんな隣組なんていう仕組みが必要になるかって話なんです。戦争でいいですか？戦争で人、物、金が全部持ってかれてるんです。いいですか？戦争で人、物、金が全部持ってかれてるんです。ということは、消防にしろ、警察にしろ、手が回らないんです。消防にしろ、警察にしろ、人が回らないんです。なんでかっていうと、戦争で全部持ってかれてるから。というふうな形になるから、隣組のシステムっていうのは、どういうふうなシステムによって成り立ってるかっていうと、消防が手が回りません。警察が手が回りません。じゃあ、誰がやるかって話ですね。住民がやれって言うんですね。住民がやってくれっていうふうな話になるんで、つまりなんかこうみんなでこう助け合いましょうねみたいな形をとって、要は消防と警察の穴を埋めましょうねというふうな形でやったのがこの隣組というシステムというふうな形になります。よろしいでしょうか？まあはっきり言わせてもらうんですが、まあはっきり言わせてもらうんですが、もうここまで言ったらもう負けです。負け戦です。こんな状況を攻めしなきゃいけない状態までも追い込まれたらもう勝ち目ないと思ったわけですね。はい。というふうな形になります。というわけで戦時体制全部合わせて6弾と、今までので日中戦争全般についてのお話をさせてもらいました。はい。で、まあ、これで日中戦争全般が終わってしまうわけなんですが、何回も言いますが、きちんと復習しときましょう。いいですか？きちんと復習をしときましょう。いいですね。動画見てるだけでは意味ないですから、必ずそれを見て復習をする。ね、手を動かす。何回も反復練習をする。また実際の問題を解いてみる。という風な作業をしていないとダメですよ。いう風な形になります。さあ、今のね、参考にした上で、もう一回ね、まあ、この悲惨な戦争について、学んでいってほしいな、というふうには思います。はい、それでは、本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。